はい、こんにちは、レトスノーです。今回なんですけども、農地法の4条について解説します。農地法4条っていうのは、転用だけ行うっていった場合に使います。農地を自分が持っていました。その農地を違うものに変える、農地以外のものに転用する、こういった場合に4条の許可が必要になってきます。これは3条とは違って、権利移転、権利の設定ってしないんですね。つまり、使う人は変わらない。使う人は自分なんだけれども、農地を農地以外のものに転用する場合、4条の許可を取ってくださいね、っていう話です。ここにも書いてある通り、自己所有の農地を農地以外に転用する場合、この場合4条の対象になってきますよ。つまり、使う人は変わらず、農転させる。農転っていうのは農地転用っていう意味なんですけども、農転させるだけの場合に、まあ、4条の許可が必要ですよっていう話ですね。で、今回ちょっと注意していただきたいのは、見ていただいての通り、再送放牧地を違うものに変えるっていうのは入ってないんですよ。再送放牧地の転用っていうのは、4条の対象ではありませんので、この点は注意しておきましょう。で、続いて、許可権者ですね。4条許可をするのは誰かっていうと、これは都道府県知事です。ただし、指定都市、大都市ですね。横浜市だったりとか、名古屋市だったりとか、まあ、そういった大都市については、知事ではなくて、市町村長が許可権者になります。なので、まあ、厳密に言ったら、知事って書くよりも、知事等って書いた方が、まあ、厳密ですね。で、4条については、特例があって、許可が必要な場合であったとしても、許可じゃなくて、届け出だけでいいよっていう特例があるんですね。これは、この農地が市街化区域内に存在している場合は、あらかじめ農業委員会に届け出をすれば、4条の許可はいりませんよっていう特別ルールがあるんですね。なんでこの点もちょっと頭に入れていただければと思います。3条の場合はこれなかったんですけれども、4条、また次の動画でお伝えをする5条については、市街化区域内の特例がありますんで、この点に注意しましょう。4条については、この農地が市街化区域内に存在する場合っていうのは、農地を転用する場合、許可はいりませんよ。ただし、事前に農業委員会に届け出をしてくださいね。というふうなルールになっていますんで、この点、頭に入れておきましょう。で、続いて、許可なく転用した場合どうなるのか。この場合は、原状回復義務を負います。つまり、勝手に農地を宅地に変えたって言った場合、宅地を農地に戻さないといけない義務が生じてくるっていう話ですね。勝手に農地を転用しちゃダメですよっていう話です。また、許可なく転用した場合っていうのは罰則もあって、罰則の内容は3年以下の懲役、または300万円以下の罰金です。非常に重い罰則となってます。で、法人については300万円以下の罰金ではなくて1億円以下の罰金になりますので、この辺も頭に入れておきましょう。で、今回の内容なんですけども、理解しなければいけない部分ありますので、その点については個別指導で解説させていただきます。宅建試験っていうのは覚えるものがすごく多いので、これ丸暗記する人いるんですけども、これ丸暗記ってなってくると、本試験になると頭真っ白になるんですよ。家で過去問解いているときは解けるけれども、実際本試験になってくると、もう緊張して頭が真っ白になってくる。もうこれは前提として日頃勉強しておかないといけないんですね。そのためにも、理解すべきところは理解をしておくっていう勉強法に変えていかないと、いつまで経っても、過去問では点数取れるけども、本試験では点数取れない。引っ掛け問題に引っかかっちゃってなってしまいます。なんで、しっかり理解すべき部分は理解していただければと思います。で、個別指導については、理解すべき部分についても解説しておりますので、もし理解学習できていないなっていう方は、ぜひ個別指導をご検討ください。個別指導については、この動画の下の概要欄に URL を貼っておきますので、そちらからご確認いただけます。今からであれば次の試験であなたに合格していただく自信ありますので一緒に勉強できたら嬉しいです。あなたの受講お待ちしております。宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。